こんにちはったらこんにちは、いつもです。もう8月も終わり、9月になりましたけど、相変わらず暑いです。いつになったら涼しくなるのやら。さて、今週もステッピングモーターの続きです。原点復帰の機能を追加しました。この辺もですね、実は随分前にアルディーノでやってるんですけど、まあ今回 3.3 ボルト系マイコンで動かしているのと、まあ、加減速の制御がちょっと細やかになっています。では軽く資料をご覧ください。はい、では資料いきます。ステッピングモーターに原点復帰をしてもらうです。よいしょ。さて、原点復帰とは、ステッピングモーターの原点復帰とは、電源投入や位置決め運転の終了時に現在位置から原点へ復帰させるための動作ですと。外部センサーなどを使用して原点を検出します。原点復帰は、電源を切った時のタイミングによってモーターが現在どの位置に止まっているのか不明な状態の時に行われますと。これ AI が作ってくれた解説文です。まあ要するに、こうセンサーを置いてですね、こっち側にもなんかこう印を置いて、で、初期位置を決めるっていう動作になります。よいしょ。で、使う位置センサーなんですけど、まあ位置センサーにもいろいろ光学センサーとか磁気センサーとか、まあいろいろあるんですけど、今回はリードスイッチを使います。で、リードスイッチっていうのは磁石を近づけるとオンしたりオフしたりするスイッチのことです。で、今回買ったこの製品は、磁石を近づけるとオフするタイプです。普段はオンしてます。はい。回路図がこれになります。マイコンはですね、前回と同じように、SPM32L0110 を使います。で、こっちについているのがですね、モータードライバーであるところの ULN2003 になります。で、モータードライバーから、ステッピングモーターがここについています。で、新たに付けたリードスイッチはここです。で、モーターのところにですね、磁石がついていて、で、この磁石が近づくと、このリードスイッチがオフすると。いうことになっています。で、このリードスイッチはですね、マイコンの方のポートにつながってて、このポートは内蔵の抵抗でプルアップされていますので、リードスイッチが、オフするとこのポートがハイに上がると。で、リードスイッチがオンした状態だとこのポートはローになっているという状態になります。で、このリードスイッチが反応したことをモニタリングするためにここに LED がついています。はい、回路図は以上です。で、まあ、実際のものがこれですね。リードスイッチが下についてます。で、磁石がここについてます。で、ターゲットになる目標の原点はここですね。で、リードスイッチが反応すると光る LED はここです。で、これが ULN2003 の、モータードライバー、モジュールですね。はい。で、マイコンはこっち側ですね。あんまし見えないんですけど、SPM32L0110 がついています。で、資料は以上かな。はい。はい。では、実際の動きをご覧ください。ステッピングモーターの原点復帰動作になります。で、最初はですね、まず原点を探しにゆっくりと動いています。で、これがセンサーですね。で、リードスイッチに近づいてオンします。オンじゃない、オフですね。で、原点位置を決めましたので、ふっと戻ります。で、あとはもう位置センスしてないんですけど、非常に正確に元の位置に戻ることができます。一周を4分割して、動いたり止まったりしても、ちゃんと元の位置に戻ることができます。今度ですね、8分割。動いて、止まって、動いて、止まって。で、特にですね、センサーの出力を見てるわけではないんですけど、ちゃんと原点に戻ることができます。これはステッピングモーターのいいところですね。で、今度は、8分割かな。はい。嘘かな。16分割かな。で、実はですね、プログラム的にそーっと動かしては止める、そーっと動かしては止めるっていうのをやってて、で、そういう工夫をすることで、
ダチョウを防いでいます。で、まあ、ステッピングモーターですね、普通のブラシ付きモーターにはできない、すごくゆっくりした動きっていうのはできるので、まあ、展示台ですね、ステージとかを動かすのにも向いてるかなと思います。はい。というわけでですね、今回、ステッピングモーターに減点復帰をしてもらいました。ステッピングモーターを使うようなシーンでは、まあ結構な確率でこういう仕掛けがついていると思います。さて問題はこれを何に使おうかっていう話なんですけれども、まあやりたいことはいくつか思いついているので、まあできたところからお見せできるといいなと思っています。さてこの動画、面白かったと思われましたらですね、高評価ボタンだとか、あとよかったらチャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。ではまた次回よろしくお願いします。まだ動いてますね。